speciality. Boys, keep flipping the gift. Must find thy lips on us now. Watch us do this. Live and direct from Philly town. We're rapping hype and we can get down. We are ready to roll, so now the world will know that we love. Back in school we used to dream about this every day. あれバレた。コロッと書いてしまいました。と言いますか、はい、姫路から来ました北欧の妖精フルーリーでございます。よろしくお願いいたします。はい、
最近はそんな感じで、はい、そう言ってましたらこの間なんかあの、姫路は北欧じゃないでって突っ込まれていたというツイッターでそんなことになっているんですけれども、はい、今日も皆さん、素敵な、3組の女性アーティストが出演しますので最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。はい、先ほどの1曲目はフルリのウェディングオリジナルソングでございまして、ルシエル大空へという曲でございました。ありがとうございました。それでは、ここでサポートの津田泉、今日ピアノのサポートしてくださいます津田さんでございます。今からピアノの曲を2曲ほど歌いたいと思います。はい、北欧の妖精フルーリー、姫路の妖精フルーリーの時ちょっと元気なフルーリーをイメージしながらやってたんですけれども、北欧の妖精フルーリーっていうことになりまして、あの優しい感じとか、このなんかこうみんなの心が丸くなるような感じをね、こうやっていけたらなと思いながら歌おうかと思っているんですけれども、うん、はい、ということでいつもこう立って歌ってるんですが、たまにはこう座り歌も歌いたいみたいな、仕事帰りでちょっと疲れてるっていうだけの話やったりしてみたいな感じなんですけどその豊か北欧の寄せ古いなんで先生って感じ。あ、こんばんははい、ということで今からピアノの曲を2曲ほど歌いたいと思います。それではムーンリバー、でございました。ティファニーで朝食をっていう、はい、オードリー・ヘップバーンさんが出演されている曲、あ、曲じゃない、映画の中で歌われたもので、先ほどこの泉が最近そのティファニーで朝食をやってたって言ってね、見たそうで、私はもう昔に、とっても昔に見て意味が分からず見てたんですけれども
そうそう、なんでこうなったんやろみたいな、それを先ほど彼女が全部解説してくれて、すごい超納得みたいな、はい、感じでやったんです、はい。皆さんオードリー・ヘップバーンさんが歌ってた時に、あ、いい曲ってめっちゃ思ってて、そのなんていうんだろう、まずね、自分のその夢をつかむ虹の端っこを二人は追いかけてて、その虹の向こうに今日行こうよっていう、こうなんか希望の曲だなっていうのをずっと思ってて、はい、とてもそれを先ほどね、もう泉がもういろいろ話してくれてねそう、ちょっと嬉しかったです。もう一回見ようかなと思って、うんうんうん、ね、なんか皆さん見たことはあるかどうかわからないですけれども、はい、そんなモーニバを歌いました。ですね、今、ただいま北欧の妖精情報としましては今ね、なんか頑張ってCD 制作をしております。イエーイ、パチパチ盛り上がりましたぞみたいな感じなんです。で今その今日はお仕事帰りですっていうことを言ったんですが、今のそのお仕事場の子たちにもですね、いろいろなんかこう自分のその持ってる、もうやってることがございまして、で彼女もその職場の子なんです。ピアノ弾いてくれるっていうね、お話ししたら、あ、この曲好き、一緒、私も好きみたいな感じでこう始まった、サポートを始めてくださったんですけれども、それで、イラストが描ける子だったり、写真を撮るのが好きな人だったりっていう、いつもこう見に来てくれてたんですけれども、そのみんなのこのいろんなできることをこう寄せ集めた CD を今作っておりまして、ちらっと見せてもいいんやろうか、いいかしらそうそう、こんな感じで、そうそう、まあちっちゃいけど、これは友達がその書いてくれたフルーリーミュッシャ風フルーリーイラストミュッシャ風、そう、で写真も撮ってくれたり、その偉人館とかで、でここには予定では今頑張って書いてくれてるんですが、フルーリーのキャラクターを書いてくれてる子がいて、そうそう、ミニミニフルーリーみたいなやつそうそう、はい、そんな、こういろんなものがこう温かい思いが詰まった CD を今こうちょっと作っております。はいはい、それですね、はい、そしてなんかやっぱりこう日々生きていくっていうことは、なんかこういろんな人に支えられて助けられて、なんかこうね、なんか生きてるんやなっていうことを最近はすごい思ってて、一人では絶対生きていけないし、こう見に来てくださる皆様もそうですし、なんかそういうのをすごい最近はとてもとても感じて、はい、まあ、過ごしています。そんな曲を次は歌いたいと思います。あなたが支えてくれるから私は自分自身を超えられる。 You raise me up。
ありがとうございました。ユーレイズミアップでした。はい、ありがとうございました。泉、はい、ピアノ泉今日サポートしてくださいました。ありがとうございました。はい、ですね、そうそう、そう、職場の子がいろいろやってくださっている、この花冠もそうでございます、作ってくださいまして、ブーケ作りを1回しかしたことないって言ってた子なんですけど、作ってもらってちょ超上手だったっていう、はい、皆さんいろいろ特技があって、うんうん、とても楽しい毎日でございますが、はい、よし、今日は全体的にこうゆっくりな感じでということを思って歌っておりますので、次はフルリのオリジナルソングで日の当たる窓辺。
心に沖縄の窓辺でございました。はい、今日はおとなしくしたことが言いながら、次の曲はみんなでオーシャンゼリゼを歌いたいと思います。これはやめられないっていう感じで、はい、やっぱこのノリの方がいいですか。あ、そうですか、すみません。今日はね、はい、元気なフルリをじゃあ取り戻しつつ、はい、それでは今からオーシャンデリゼを一緒に歌ってください。オーシャンデリゼ、ありがとうございます。街を歩く心を軽く、誰かに会えるこの道で、怖い君に声をかけて、こんにちは僕と行きましょう、一緒にオーシャンデリゼ、道を行けば世界は揺れる、愛する君と僕のために、一緒にオーシャンゼリゼ、もう一回オーシャンゼリゼ、ありがとうございます。いつも何か素敵なことがみんなお持ちよ、オーシャンゼリゼ。はい、それでは恒例のコーナーのレスポンス、皆さん一緒に立って歌っていただきたいと思います。自分もとっても発散してしまいました。ありがとうございます。はい、それでは次の曲でラストになりますけれども、はい、次は、エリチンさんと猫島くまちゃんが出演されます。とっても素敵なアーティストさん、お二人。やはり、嘘、マジで、ちょっとすみません、ちょっと待ってくださいね。まあ、やってみましたっていう感じなんですけれども、はい、くまちゃんは、一緒に何回か出演させていただきまして、今日はとっても可愛い浴衣姿ですので、チャンネルはそのままお願いいたします、ストリーム。で、エリツィさんは今回は初めて一緒にさせていただきますけれども、とっても楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はちょっとゆっくりな感じで、はい、歩行の妖精フルーリーっていうバージョンでやらせていただきました。ラストの青空の下でという皆さんもよく聞いてくださってます曲もちょっと歩行バージョンで歌いたいと思います。じゃあ青空の下で、今日皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。どうもセーフレディでした。チャンネルはそのままで。ありがとうございました。With a 69, I gotta
wanna hit you with a 69. I wanna hit you with a 69. I'm horny, I admit it, I get psycho when I'm licking. I'm poking the panani, in other words, I'm sticking. Hotties with bodies, finger licking. The clock is ticking, time to lick your kitten. Some say that I'm nasty, a horny little rascal. A pickle's getting frantic when I'm in a fiasco. That means I'm hot, so label me a lady licker. I'm coming strong, aggressive, thicker and bigger. So when you wanna spend some time, you can hit me on my pager and use code 69. I wanna hit you with a 69. Yeah, I gotta hit you with a 69. I gotta rise in my Levi's, what's up, blonde? You're clocking my zip, you're biting your top lip. You're turning me on, you make me wanna take a lick. I'm mad sexual, so fill my throat. Father's body rocking, knocking the boots. It's a must, you adjust to the unique freak. When I start to catch trick, your whole body gets weak. Numb with the movements of the tongue. 23, 23, no 69, honey bun. I'm black with cream, like in a wet dream. I do my thing, that's why you call me king. My little tenderoni, it's time you get with the slender. Backbone bender, who will make you feel like a winner, no beginner. So when you wanna see pops and spend time, hit me on my pager and use code 69. I wanna hit you with a 69. Yeah, I gotta hit you with a 69. I wanna hit you with a 69. Come on. I wanna hit you with a 69. Yeah, I gotta hit you with a 69. I wanna hit you with a 69. Come on. Foreplay. It goes both ways, every day, all day. Call father a freak, but you know the law. I'm hot, heated, horny, hawking all of the honey. When I'm gonna bust, I put my milkshake on your tummy. There ain't no shame in my game, I'm gonna make it rain. So come in my house of pain. Father's gonna feed your need, honey dip. Nibble on my lip, now you gotta taste the chocolate. Let me lift you up and down. I get around, pound for pound, that's how it all goes down. Some boom in a dark room, zoom in the room, and then hit the boom, boom. So when you wanna spend some time, hit me on my pager and use code 69. I wanna hit you with a 69. Yeah, I gotta hit you with a 69. I wanna hit you with a 69. Come on. I wanna hit you with a 69. Yeah, I gotta hit you with a 69. I wanna hit you with a 69. Come on. I gotta hit you with a 69. I wanna hit you with a 69. I wanna hit you with a 69. I gotta hit you with a 69. I wanna hit you with a 69. 69 positions I'm giving all in a one night. Makes you feel right now, you see the light. When daddy comes around, you just will join. Up below my arm and close out back a big boy. That's how I love it when I'm raw. I'm hitting so hard, I leave them walking out sore. So when you wanna spend time, you can hit me on my pager and use code 69. I wanna hit you with a 69. Yeah, I gotta hit you with a 69. I wanna hit you with a 69. Come on. I wanna hit you with a 69. Yeah, I gotta hit you with a 69. I wanna hit you with a 69. Come on. こんばんは、エリツィンです。
先ほど北欧の妖精さんが歌ってくださいましたけれども、ただいまからは、何やろ、暗闇からの小悪魔が歌います。はい、地獄からの死者というかなんか分からんけど、なんて言ったらいいんやろ、ヘルスエンジェル、ジョーカー、はい。はい、その地獄、じゃあ地獄からの天使が毒を吐きます、はいはい、毒を吐きたい、毒を吐きたい、私は毒を吐きたい、毒を吐きたい。綺麗事ばかりって私の胃の中は、Yeah.
ありがとうございます。おっと水忘れた。エリチンは喉が弱いので水が必要不可欠でございます。うん、1日4リットルは飲みます。これは間違いなく。水分を取らないと生きていけないんです。だからこれからの季節はね、すごいね、暑い季節になると汗を滝のようにかいて、もうね、もう服は毎日洗わずにはいられない。あ、毎日みんな洗うか、そら。ジーパンとかは洗わないじゃないですか。であんま洗ったら色が落ちるじゃないですか。でもう、汗がやばいから、もう洗うしかないという、はい、まあ、綺麗好きです。汗かきな、その汗かきなエリツィンですけども、はい、依存体質。
がとうございます。私を彼女にして、ありがとうございます。なんかゴロゴロ言うてますね。
昨日、映画のヘルタースケルターという映画を見てきたんですけれども、あのね、沢尻エリカさん主演のやつをね、あれを見たらなんかね、気持ちがすごい分かりました。ちょっとね、だいぶエロいんですけども、でもなんかね、なんか主人公の気持ちがちょっと分かるなと、ちょっとというか、なんか痛いぐらい分かるなという気持ちがありまして、でなんかね、それに似たような気持ちで作りました。今日は猫島さん浴衣を着ててすごく可愛いですね。いやー
はい、そう夏といえば浴衣なんですけれども、エリチンも自慢じゃないけど自分で着物を着れます。浴衣も着れます。で今日は着てこなかったんですけれども、うん、ここで水をいっぱい、なんかむっちゃ笑ってくれはる方がいます今日、嬉しい。ねえねえ、そうなんです。ねえ、ちょっとね今後のライブの告知なども交えまして、その浴衣を着るというのが、エリチンもやっぱりこの張り切って浴衣を着る日がありまして、そのねその日というのが、7月28日に私のねお友達でモエモエニャンニャンっていう子がね、すごいモエモエでニャンニャンな子がいてるんですけど、あのねそのまんまなんですけど、ね、その子のイベントで、私も浴衣を着て、あのモエニャンイベントっていうあのカツオの遊び場さんで7月28日にやらせていただきます。でその次が、ね、シークレットというか、なんかあんまり告知はしないようにしてたのがあって、あの私の、好きなミュージシャンのちょっとあの暗い女子、暗いロックな音楽をする女子たちで合同路上をするしようということになりまして、29日は大阪の大阪駅近辺で、ね、テフテフさんと、法人サービス黒立つだっこりっていう女の子2人と、私とあともう一組スムーチっていう方が来るかなって感じなんですけども、はい、そんな感じで夕方5時ぐらいから合同路上をしようかなと企てております。で、はい、7月の予定はこれで終わりでございます。でまた後で手書きのフライヤーを配らせていただきますので、ミクシーや、Facebook とか Twitter とかもやってますんで、よろしければ仲良くしてください。エリチンの毎日暴走しております。エリチンはね、はい、暴走プリを見てください。ライブでも私生活でも暴走しております。そんな人生は素晴らしい。さらば私。
ありがとうございます、すいません、あのせっかく手拍子してくださったのに手拍子しにくいリズムでしたね。ごめんなさい。エリツィン最後の曲になります。聴いてくださってありがとうございます、またどこかで会いましょう。
ありがとうございます。あ、ちなみにエリチン後ろで CD 売ってます、よろしく。はい、こんばんは。あ、正解なんでしょう。ありがとうございます。
場所へ。猫島くまです。くまです。あ、今日そんなんやったかみたいな。です、はい。なんかね、実はあのウクレレの弾き語りで、まあ、主にね活動していると常に言ってるんですけれども、なぜか今月ウクレレの弾き語りよりもそれ以外のライブが多くてですね笑いすぎ笑いすぎそのうちの2回見てはる人がいてた、そのイレギュラーのやつ。はい、前回ボイスさんで歌わせていただいたときはですね、猫島ドロンジョの格好でしたねまだ、履歴残ってんのかしら、ひょっとして。気になる方はお家に帰ってからこのボイス、今日ユーストリーム配信しておりますので、そのアーカイブっていうんですか、録画がそのサイトから見れるようになっております。興味を持たれた方で、くれぐれも心臓の強い方、はい、ご覧ください弱い方はちょっとやめた方がいいと思います、はい、というわけでね、普段はもうこのスタイルでやってるんですけれどもね、はい、1曲目猫島のオリジナル曲で海へという曲を聴いていただきました。はい、なんか海ね、海へ行きたいなと思いながらもなかなか行けないんですけれども、行きました、行かれました、いてない、いてない、いてない。行きたいね。そう、もうみんなで海へ行こうよという気持ちを込めて歌いました。いいよね、海。はい。で、よく猫島聞かれます。もう皆さんもご存知だと思いますけれども、なんでそんな名前でやってんのってね、本名じゃないですよ。はい。嘘ですよ、この名前は。本名じゃないですよ。猫ちゃんが大好きで、で、猫島という名前でやっております。クマっていうのはね、友達が間違えてクマちゃんと呼んだことから、なんかいいなと思ってつけました。なんかそうやってつけてもらうのも好きなんですけどね、なんか友達の思いもこもってるような気がするじゃないですか、はい、そんなわけで、猫島、猫をどんだけ猫が好きやねんっていう、感じの曲を1曲お届けしようと思います。うちには3匹猫ちゃんがおります。はい、その中の1匹もね、今暑いからね、みんなもうこんな土の子みたいになってます。猫じゃなくてこのまっすぐ伸びて寝てますわ、もうだらーっとして、ね、そうするとですね、よくこれが見えます。尻尾がよく見えますね。こうベタってしてるからお腹つけてこうねそうすると1匹だけニョロっとしたんじゃなくてこんな形の猫ちゃんがおります。ラッキーな象徴です。鍵しっぽ。
ありがとうございました、ね、こんな鍵型の尻尾の猫ちゃん、はい、なんかその子が来て8年になるんですけれどもお、電話だ、電話だぞそうですね、8年間毎日私は楽しいですね、いろんな表情が見れて、はい、というわけでですね、まあ、こんな曲を作って歌ったりしてるんで、割と猫島はあまり暗い曲はないので、さっきのエリツンちゃんの言うていた暗い曲ロック女子の会には入れてもらえへんなと思いながら、ちょっと残念やなと。聴くのはすごい好きなんですけれども、自分がこうやって出していくとそういう曲が一切できてこないというね悲しい体質でございます。いやいや悲しいです、はい、なんですよ。はい、ちょっとお水いただこう。で、猫島、今年でウクレレを始めて5年になるんですけれども、で、なんていうんですかね、すごい続けてる間にいろんなご縁ができてですね、今月末、あさってですね、なんと、はい、奈良まで歌いに行かせていただくことになりました。はい、でもめっちゃ山奥なんで皆さんに来てくれとはよう言いません、ほんまによう言いません、なんかね、そうそう野瀬川どこやろうとか思いながら、でもね、共演してくださるアーティストさんは本当すごいですよね。もうなんかそういうチャンスをいただけたので本当に、うん、嬉しくてですね、あ、続けててよかったなって思うんですけれども、もう共演してくださる方は川島英吾さんのご子息翔馬さんとか、はい、なんかね、最後にみんなで川島英吾さんの曲を歌ったりとかするということで、もうめっちゃウキウキもするけどドキドキもしながら必死でその練習をなんかしてたり、いや猫島は悲観でいいかもしれへんけど、でもワクワクしながら練習をしております。で、そんなステージでですね、あの猫島登場昼間なんですね。で、大きなお祭りらしいんです。で、コレモリの大祭ですか。で、なんでね、ちびっこが多い時間帯らしいんですよもうナイスなって自分で嬉しい時間帯なんですけれども、はい、もうちびっこ曲大好きなんで、で、そんなん言ってたら、最初オリジナル何を歌うか決めて出してくださいって言われた時にオリジナルをね、さっきの鍵しっぽとかを出してたんですけれども、直接お会いしてお話しする機会がございまして、その時にですね、子供さんが多い時間帯やから、あの子供さんがよく聴いてくれる曲がいいかもしれないとかっていうんで、あ、ほんならあのよくそういうのもやりますよとかって言ってた中で、あの気づいたらこの曲を指定されていたという曲をちょっとやってもいいでしょうか。ありがとうございます、はい、では、みんな、大きなお友達のみんな、こんばんは、こんばんは、はい、そういう気分になって聴いてくださいね。
よかった、皆さんの大きな手拍子のおかげで猫島あさってなんとか務めることができそうな気がしてきましたありがとう、ありがとう、はい、ありがとうございます、まあね、こんな明るい曲も割と多く歌っているんですけれども、まあそうですね、このお話をいただくきっかけになったというか、あのやっててよかったなと思ったのがこの CD を作ったことなんですね。先ほどフルーリーさんがおっしゃっていた今 CD を作られていると、私 Facebook でお友達にもなっていただいているので、その、ね、よく今こんなんやってますみたいなのを上げていらっしゃって、あ、頑張ってはるなと思うんですけれども、お友達が書かれてるんですね。いいですね、猫島オール自主制作でございますパッケージはね、でもあの録音は本当にちゃんとあのメジャーで撮ってらっしゃる方にお願いして、とあのちゃんとした音作りでさせていただいております。はい、でそれを撮った録音したことがきっかけというか、うん、そうやってちゃんと音源を作っといたことでですね、聞いていただいてこういうお話をいただくことができたんですけれども、いやその中の曲の1曲をお届けしようと思うんですが、ウクレレでねやってるんですけれども、この次お届けする曲は、ウクレレじゃないんですね。ピアノアレンジで入っておりますが、今日はウクレレ1本でお届けしようと思います。いつかこうやってなんか続けている間に皆さんも何か思ってる目標とかが花開けばいいなと思って書いた曲です。はるか時を越えて開く花のように。
ありがとうございます。はい、ありがとうございました。というわけで次で最後の曲になるんですけれども、なんかね、そうやな、告知とかしてみちゃおうかしら。まあなんかね、その次のあさってがあって、その次の週の日曜日はまた奈良なんですね。奈良付いてる、奈良好きや。そこが、最寄り駅が下市口駅、大淀町。あ、そう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 、大淀町なんですね。で今度はまたウクレレの弾き語りじゃなくてですね、はい、経営プロダクションさんというところと業務提携している団体なんですけれども、あの帝国歌劇団というね、そういうね、はい、なんか某パクリみたいなこうね団体で出させていただくんですけれども、ものすごい大きいホールらしいんですね。そこで猫島は何をするかというと、一人ピンクレディをやります。またそんなんかねっていう、いやいやいや、YouTube でね、猫島くまで検索していただくとですね、まず何が出てくるって、その一人ピンクレディがなぜか出てくるんですよ。4回ぐらいしかやってないんですけれども、なぜか検索上位に上がってきてしまっているという、はい、気になった方はそれも、あ、それ心臓強くなくても大丈夫だと思います。割と楽しんでいただけると思いますんで、よかったらご覧ください。まあ、それとあとまたジブリの曲とか歌わせていただいたりとかですねするんですけれども、まあ本当に歌のお姉さんとかをする感じですかね。ファミリーコンサートというね感じで、その町と一緒になって作るコンサートみたいな感じらしいんで、よかったら。でちょっとね遠いじゃないですか。でそんなの行かれんわっていう方はですね、なんと難波からシャトルバスが出ます。すごい、これすごい、はい、すごいでしょ。でそのシャトルバスちゃんと添乗員さんがついてですね、可愛いその帝国歌劇団所属のアイドルちゃんとかが乗ったりですねするので、もうこれは見逃せない。むしろそっちばっかり行ったりしてとかいうね、ちょっと不安、一抹の不安もありますけれども、よかったらあのシャトルバスとそのチケット込みで、4000円らしいんですけれども、チケットだけだったら1500円です。もちろん直接直接旅に出られても下市口行かれても電車で行かれても楽しいかと思います。ただし電車のその駅から最寄りと言ってもちょっとあるみたいで、はい、シャトルバスが大阪の方は便利かもしれません、はい、チケットも持ってるんで、よかったら買ってやってくださると嬉しいです。そのね、それぞれの似顔絵がチケットに書いてあってですね、猫島はその猫島がの似顔絵がすごい可愛く書いてくださってるのが載っててですね、かなりレアなチケットになるかと思いますので、よかったらゲットしてください。はい、でまあ、そうですね、猫島 CD も出しておりますとかってね、こうやってユーストリームで配信してくださってるじゃないですか。って言うとですね、本当に遠くの方が買ってくださったりとかしてですね、ありがとうございます、本当に嬉しいです。一応細々と自家、なんていうんですか、家内製紙工業で配送とかしておりますので、よかったらわざこうやって、その代わり心を込めて、すごい心を込めて送っておりますので、よかったら申し込んでくださったら嬉しいです。本当にありがとう、今日も見てくれてるかな。ありがとうございます。はい、まあ、でまあね、いろいろライブ活動とかしてますけれども、次ボイスさん出させていただくのは8月20日に決定しておりますので、はい、決定しております。わー、おー、ありがとう、めぐさん、ひできさん。なのでよかったらまた8月20日も見に来てやってくださいませ。というわけで、はい、最後の曲をお届けしようと思います。その CD にも入れてる曲なんですけれども、あさってのライブが決まったきっかけになった曲です。本当にこの曲を聴いてくださって、よかったら出てみひんかとチャンスをくださったんですね。こうやって、諦めずに何かを続けていくっていうのは本当に無駄なこと何一つなくて、何かに必ずつながっていくんだなって実感した瞬間です。これからも続けてですね、さらにそのね、一つ一つ歩いていけたらいいなと思ってるんですけれども、このウクレレの弾き語りを始めた時に
あの最初ではないんですけれども、オリジナルの4曲目かななんかにできた曲なんですけれども、弾き語り始める前にいろんなことを猫島、まあ今もやってるけどいろんなことを本当にやっておりました。でその中で叶わなかった夢もありました。でそういういろんなことがあったけど、そんなん全然無駄にならなくて、今こうやって皆さんの前で歌わせていただいてます。でその時できた時もですね、そんなことを思って、あいろんな経験してよかったなと思って、で聞いてくださる方も今の経験を決して何も無駄じゃないよとお伝えしたくて作った曲です。はい、明日への道。
someone who cares and dares to give himself completely. You got it in me. You need a man with sensitivity. You need a man, not any man, more with sensitivity.